中断してしまったロングセラー製品7000。ずいぶん長い間ロングセラー製品であり続け、多くの人たちに愛されてきたけれども、残念ながら中断してしまった者たち、そんな人気製品だった7つのお菓子たちをご紹介します。ポポロン。ポポロンは1976年より明治から販売されました。ポップで楽しくなっちゃうパッケージ、一口サイズの小さなシュークリームがたっぷり詰まっていました。ポッポロンロンロン、ポッポロンロン。 CM ソングは印象に残っています。小さなエクレアが詰まった姉妹品のチョコロンもありました。ポポロンは惜しまれながらも2015年に終売となりました。カルミン。カルミンはなんと大正10年から販売された超ロングセラー。発売当初は10銭という価格でした。口に入れるとスーッと爽やか、遠足に人気でした。ミントに加えカルシウムも入っていたのでカルミンと名付けられたそうですよ。長い歴史があったカルミンは2015年に終売となりました。明治クリームキャラメル。明治クリームキャラメルは昭和9年から明治より販売された白いクリームキャラメル。一箱がずっしりとキャラメルが詰まっていました。遠足でも人気でしたね。お友達に配りやすかったです。茶色のキャラメルが定番であったところ、ミルク風味の白いキャラメルはロングセラー製品となりました。明治クリームキャラメルは2016年に終売となりました。キスミント。キスミントは1987年よりグリコから販売され、爆発的ヒットとなったガムでした。新しいガムの概念を作ったガム界の革命児。特徴1、噛むと唾液が出るウォータリングガムというキャッチの新しさ。特徴2、アップルミントという新しいフレーバー。特徴3、パッケージに薄型のケースを採用。ガムにおしゃれさを取り入れました。キスミントは2018年に終売となりました。森永チョコフレーク。森永チョコフレークは1967年より森永製菓より販売されました。チョコレートとコーンフレークの美味しいチョコスナック。森永チョコフレークというキャッチが印象に残っています。たまにチョコでダマになった塊が美味しかった。箱のデザインやロゴもポップで長年親しみやすいものでした。森永チョコフレークは2019年に終売となりました。ラーメンババア。
ラーメンババアは1994年よりよっちゃん以下でおなじみのよっちゃん食品工業に販売されました。チキン味のラーメン流しです。ラーメンババアという名前とイラストにインパクトがある個性派駄菓子、改めてすごい名前ですね。イラストも迫力ある。子供のお小遣いでも買える20円。25年にわたり駄菓子屋で人気のロングセラー製品でした。ラーメンババアは2020年に終売となりました。さくらんぼの歌。さくらんぼの歌は1979年よりユーハ味覚糖より販売されたさくらんぼ味のポケットキャンディ、姉妹品のクリームソーダ味や野いちごの道も人気でした。ほんのりさくらんぼの味がする優しいキャンディー、遠足では必ず候補になっていましたね。子供から大人まで人気のキャンディーでした。さくらんぼの歌は2021年に終売となりました。長い間ロングセラー製品であり続け、多くの人たちに愛されてきたけれども、残念ながら終売してしまったものたち、どれも思い出に残る大好きなお菓子たちでしたが、なぜかまた再会できるような気がしませんか？いつか復活することを待っています。